ぐるちょもちょも、ぐるちょもちょも、今日はいい日だね。あがちゃん、泣いてる？くるぶしです。別にさあ、ということですね。はい、やってもらいますけれども、役中の真似はやめようぜ、本当にマジで。はい、クルジョブチャンネルやってきましたけれども、やってきましたね、今日も。はい、今日はちょっとね、背景をバックにしまして。背景をバックにしまして。バックにしまして。バックを黒にしましたね。言うても、年末に。師走やで。ね。もう、毎年やっぱり、年末はライブとか。そうね、まあまあ忙しいね。うんうんうん。もう年末っていうと、やっぱり特番の番組とか増えてくると思うんですよ。いやー、ほんまにテレビ見いひんって言ってんのに、うん、やっぱ年末はちょろちょろ気になるんだよって。見るよね。そうなんだよね。うん、今月、11月30日にですね、うん、土曜日、夜9時から一本グランプリが。お！いやー、大好き。ね、見ちゃいますよね、一本グランプリ。もうすごい。いや、もうお笑いの人たちはすごい、本当に。すごいよね。めっちゃ尊敬してる。やっぱり関西人は、好きなんですか、もうお笑い全般が。なんかその、うん、好き嫌いじゃなくて多分染みついてんやと思う。あ、もうやっぱテレビつけりゃ何かしらお笑いの人出てるから、うんうんうん、文化の一つぐらいの感じ。あ、ただ、うん、誤解してほしくないのは、うん、関西人やから面白いんでしょっていう、東京の風潮やめてほしいよね。あ、そうなの、言われるんだ、そんな。いや、言われる言われる。まあ、お笑い、関西やもんね、みたいな感じで、あってなるね。ああ、うん。そう。関西人が全員が全員おもろいって思うねん、思うねんって言ったら死ぬほどおるってって思うもんね。お前に言ってんだよ、まだ。一本グランプリにはですね、うん、視聴者枠っていうのがあって、まっちゃんが視聴者の面白い回答をね、ちょっと紹介したりするんですよ。あるね。これをね、クルチョモチャンネルでちょっと答えて、うん、二人で答えて、応募してみようじゃないかと。呼んでほしい。呼んでほしいよね。オフィシャルのお題をですね、二人で紙に答えて、で、面白い方をやっていきます。やっていきましょう。はい、早速。じゃあ、早速第1問。はい、バンドを英人マニュアル、故障かなに書かれてる項目とは？英字マニュアル、故障か何に書かれている項目とは。じゃあ、来るちょもで、順番でいきます。来るちょもの順番悩むすぎない。いきまーす。くるぶし、バンド英字マニュアル、故障かなに書かれている項目とは。一般人を殴る。水曜日のダウンタウンで、ロケ中に変な人が来たらどう対応するか、ね。多分殴っちゃったっぽくて、オンエアできなかったんですよ。一般人を殴る。こっちの方がおもろい。いや、俺おもんない、これ。あ、ほんと？うん。じゃあ、チョモちゃん。バンド英人マニュアル、故障かなに書かれてる項目とは？急にピータンを食べては、ゆでたばこ、ゆでたばこを言う。ごめんね。これはあかん。こっちの方が絶対おもろい。じゃあ、すいません。うん、じゃあ、一発目。じゃあ、一般人を殴る。いや、一般人を殴るおもろいわ。第2問いきます。お前のヘノヘノモヘジ、なんか変だぞ。どんなの？なるほど。むずいな、大喜利って。難しいなぁ。ヘノヘノモヘジがちょっと変やねんもんな。うん。ちょっと一回ヘノヘノモヘジ書こう。じゃあ、来るちょまでいきますね。はい、お前の、ヘノヘノモヘジ、なんか変だぞ。どんなの？どことなく、ミネライタ風味。ミネリュータのお兄ちゃんかな。顔見たこと。はい、じゃあ、チョモちゃんです、はい。お前のヘノヘノ思えじ、なんか変だぞ。どんなの？なんかアナルみたい。ごめんね。見えなくないですね。こういう、その文字だけ起こして、うん、面白いのは、うん、どことなくミネリュウタフみたいな思うで、なんだかアナルみたいな多分読まれへん。そうかな、うん。じゃあ、どことなくミネライタフ。第3問はですね、キアヌ・リーブスと、小籔和豊の共通点を教えてください。小籔さんか。はい、じゃあ行きましょう。おー、俺たちスピードに乗ってきました、ね、だいぶちょっと掴んできましたね。行きます、はい、第3問、はい、キアヌ・リーブスと小籔和豊の共通点を教えてください、はい、飯の時はランチョンマット引いてる。はい、くるぶし。じゃあ、ちょもちゃん、キアヌ・リーブスと、小籔和豊の共通点を教えてください。指紋。これ、ほら、面白い。すごいね。iPhone とかいけちゃうってことね。そう。これ、もう間違いなく指紋でいきましょうよ。これ、面白いな。指紋。はい。じゃあ、指紋で。瞬発力勝負。
第4問ですね、はい、桃太郎のバッドエンディングを教えてくださいという。確かにありました。はい、じゃあくるちょもチャンネルで、桃太郎の、バッドエンディングを教えてください。はい、越後製菓高橋秀樹さんがね、あの CM 越後製菓ですよく意味わかんないですけど、勢いです、ちょもちゃんで。桃太郎のバッドエンディングを教えてください。桃太郎、バッドエンディング。はい。おばあさん、生活苦から毒きび団子持たせる。おぉ、サディスティックバイオレンス。犬にあげる前に自分で一つ食べて終わるっていう。あー、ちょっと悲しい感じっすね。越後製菓でいこう。5問目ですね、yeah. はい、2人っきりになったらしんどい芸能人を教えてください。あくまでまあ大喜利としてね、うん、うん、そうね、2人っきりになったらしんどい芸能人を教えてください。はい、勝俣邦和シンプルにじゃあちょもちゃん、はい、2人っきりになったらしんどい芸能人を教えてください。キングコング2人とも2人きりやったら疲れそうかなじゃあ今回はキングコングの2人ハプニングで全員止めに行くっていうね、もうあっつっておもろいな、まあまあまあいいよ1個でもね読まれればいいです。いやほんまにね、はい、じゃあ、これいい問題です。カットやなって、本当に